ナモイカブトガメは、爬虫甲カメ目、ヘビクビガメかカブトガメ属に分類されるカメ。別名ベルカブトガメ。最大高長29センチメートル。背高は扁平で、上から見ると楕円型。高甲板がある。背高の甲板に筋状の盛り上がりがない。背高の色彩は黒や黒褐色。復興の色彩は黒や暗褐色。頭部は小型。 口彩は暗き色。頸部背面の棘状鱗は小型。頭部や獅子の色彩は灰色や暗褐色。広角から鼓膜株、頸部覆面にかけて白や炭鉱色の筋模様が入るが成長に伴い不明瞭になる。容体は復興の色彩が炭鉱色で黒い斑紋が入る。成長に伴い復興は暗色一色になる。カブトガメ属は形態から ノコヘリカブトガメとカミツキカブトガメの二つのグループに分かれるとされ、本種はそのうちのコヘリカブトガメグループに属する。分子系統学的からカミツキカブトガメグループが、ノコヘリカブトガメグループよりも曲げ首ガメ属に、禁煙とされたためのコヘリカブトガメグループをアランベニア、属として分割する説もある。クイーンズランド州南西部に隔離分布する、個体群を足とする説もあるが、 分子系統学的解析では、元足と明瞭な際はないとされる。水生植物が繁茂する、流れの緩やかな河川やその周辺にある水たまりなどに生息する。日光浴を好む。植生は、植物食傾向の強い雑食で、植物の葉や花、水草、果実、藻類、昆虫、甲殻類などを食べる。繁殖形態は卵生。 元種は1 0翌1月に1回に8から23個の卵を産む。卵は摂氏27度の環境下で80日で孵化した例がある。種小名ベリーはトーマスベルへの懸命。種小名ドリアニーはクリス・ドリアンへの懸命。原因不明の目の疾患が蔓延し、半数以上の個体が失明している地域もある。オーストラリア及び ニューサウスウェールズ州では保護の対象とされている。オーストラリアは野生動物の輸出を禁止しているため、世界的に本種はペットとして流通していない。ありがとうございます。